鈴木リオ2月10日帯は日本の女優、声優、タレント、歌手、埼玉県出身、ジョビーキッズプロダクション所属。所属レーベルはエーベックストラックス。第68回カンヌ国際映画祭で振り袖を着た鈴木2010年5歳の時から芸能活動を開始。芸能活動を始めたきっかけはテレビドラママザーを見て、 足田愛アナちゃんみたいになりたいと思い、足田の所属するジョビー・キッズ・プロダクションのオーディションを受けたことである。2012年、テレビドラマ、カエルの王女様で、子役としてデビューする。2013年1月、NHK 大河ドラマ、八重の桜に出演し、綾瀬はるか演じる、主人公、八重の幼少期を演じて、注目を集める。同年4月、 NHK の東日本大震災復興応援プロジェクト NHK 東日本大震災プロジェクトのテーマ曲親と子の花は咲くで A ベックストラックスより歌手デビュー。同年7月にはマザーと同スタッフ制作による水曜ドラマウーマンで三島ひかりの娘役を講演し注目の子役として脚光を浴びる。翌2014年1月には ア田愛菜主演の、アス、ママがいないに、出演、人気子役同士のドラマ初共演が話題を呼ぶ。同年9月には、初めて自分の著書、鈴木リオのオシャレアレンジブックを出版した。また、2014年より、KDDI、au スマートバリューの CM に、おとくちゃん役で出演、翌2015年からは、大塚製薬、ポカリスエットの CM に、子役として、 初めて起用され吉田洋と母娘役を演じ話題を集めている。2015年1月にはお兄ちゃんガチャで連続ドラマ初主演。同年9月28日より放送の NHK 連続テレビ小説朝が来たでは春演じるヒロイン朝の幼少期を演じ大河ドラマと朝ドラの両方で主人公の子供時代を演じ朝が来たの後半にはヒロインの長女 白岡千代役で再起用された。なお、2019年現在、大河、朝ドラで、ヒロインの子供時代を演じた後、ヒロインの娘役で再登場した、唯一の子役である。2015年11月公開の劇場アニメ、リトルプリンス製の王子様と私では、アニメ声優に初挑戦。同作が特別招待作品として、ワールドプレミア上映された同年5月の、 第68回カンヌ国際映画祭では世界各国の声優が一堂に集結する中で日本語吹き替え版の声優として振り袖姿でレッドカーペットを歩き日本人最年少の主演女優としてカンヌデビューを果たしている2016年11月2枚目となるシングルカーカーカラスのカンザブローダンスしないを発売単独名義として 初のシングルとなる。2019年3月公開の映画、子供食堂で映画初主演を務めた。ありがとうございます。